読売中高生新聞プレゼンツ実力レコメンリスナー事件もイイこの時間リスナーの皆さんからみんな周りで起きた事件にまつわる取れ込みを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅うかが聞込み取材をしていきますいつもねここでイエイっていうのを <laughs> イイ俺は今忘れてたからさんが申し訳ないけどイエイっていう一 <laughs> <laughs> 人っていう感じだとった <laughs> 恥ずかしい <laughs> えー、紹介した事件は厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、さらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします、はい、では早速今日のタレコミを紹介してくれはい今週は富山県ラジオネーム3月3日の三日月さんからの情報です、はい、先日い新生活に向けてお金を貯めようと思い引っ越し作業なので忙しかったんですが少し無理をして人生初めてのアルバイトに挑戦してきましたはい ミスをしてしまい、苦い思い出とともにヘトヘトの状態で家に帰ったんですが、その後母親との会話中に事件が起きました。<え>無意識って怖いなということを実感した出来事です。なんだろうね。うヘトヘトの状態で話をしたときに事件が起きたっていうね。うじゃ呼んでみたいと、はい、あもうスカさん。はい。もしもしもしましょうよ。いやもしもししましょう。<laughs> いやいやいやもしもししましょうよ。<laughs> いやいやもう早くしましょうよ。<laughs> じゃスカイさんお願いします。<laughs> はいもしもし。 もしもし。こんばんは。こんばんは。さあ、ラジオネーム。三月三日の三日月。<laughs> 今おいくつですか。今十八です。十八歳。大学一年生。はい。あらど。何があったの、前、ま、も、あ、聞きたいよね。何があったの。前から。母に大学生になるってことで。パ、うん、ソコン欲しいっていう話をしてまして。パソコン。 でまあそのパソコンっていうのはそんな大事なことじゃないんですけどその時に、うん、話を真剣に聞いてもらえなくて、うん、で疲れて,てそれで怒ってしまって、うんうん、壁を蹴破ってしまったんですけどえな何を破ったあ壁です、えー、壁破っちゃったんだそんな怒ったのいやそれが自分でもびっくりで、うんえー、無意識でそうですねそそ,そ,その壁の あののの穴はまだいいてやそ引っ越す時に弁償しなきゃいけなかったんでもう今開いてるか分からないんですけどそっかいけないねそれはお母さんとは結構もともとは仲いいの仲いいってことはないんですけどもともと自分が全然怒んなくて人には友達にも言われるくらいなんですけどその時だけはちょっとんか怒りが爆発しちゃって自分の中で疲れさもあったのかね。 余裕がなくなるとちょっとっっねやっぱ働いちゃいけないんだよ働いちゃいけない、えー、<laughs> そうじゃないよな <laughs> ちなみに何のアルバイトをしてたの工場でペットボトルのなんか検査をするっていうバイトだったんですけど、うんえー、検査はいなんか一個一個回ってくるペットボトルを見てあの異物が入ってないかっていうのを見るあ大事な仕事だよ確かめてるんだすごいねあそれで何無事にお金貯まったのいやだからその 年の時だったね弁償しなきゃいけないんで、えせっかく貯めたお金もその弁償で、とむしろマイナスになっちゃった。人生ってねそういうもんなんだよね。そっかじゃあどうどうするの？まだまだバイトを続けるんだ。まあそうですねやんなきゃいけないんでこまあ一日お目に入ってさお母さんとご飯食べに行くぐらいのねことしてあげれば。うん仲直りはしたのかな？はい元々そんな。 仲悪くはないので。あ、そう。え、お母さんにご飯ご馳走したことあるの?。いや、一回もないです。あ、じゃ、あ一回ぐらいちょっと大学生にもなったしね、してあげれば。あ、はい、そうですね。なんかプレゼントしてあげたいね。ちょっとしたものでも。うん、あ、でも、ズリのりよ、プレゼントとかすると。<laughs> ズリのりよってお母さん捕まえて、ズリのりよもないけど。あの、でも、いいじゃんね。そうやって、甘えたくなるよね。やっぱり息子には多分お母さんもね。 うんなんかその壁に穴開きちゃったのきっかけにこの間ごめんねみたいな感じでなんかプレゼントできたらなんかいいことがあるんじゃないかなって思いますはいどうゆかのすけが言ってるよはいぜひしてみますじゃしてあげてよねはい頑張ってゆかのすけあ待ってどうする三月三から三日月はい欲しいの欲しいです本当にもうレコメンディスなら何が嬉しいってもうこれで伝わるのがいいよねそう 欲しい。何系が欲しいの。<う>えっと、今ちょっと、もう一回受験やり直してるんです。と頑張って系が欲しい。<ー>頑張って系が欲しいのね。わ、はい、かりました。田中さん、頑張って系ありますか。頑張り気抜きで。ええー、<laughs> <laughs> 頑張り気なしでの、頑張り系が欲しいだろやっぱり。そうですね。な<あ>はい。わかりましたいいですか。 はい。じゃあ穴穴開けちゃってごめんね系があったら穴穴開けちゃってごめんね系。ねな, <laughs> な。そんなそんな細かいやつは用意してないよね。そんなもの用意してないですか。じゃあじゃ別にあの今頭に浮かんだものを、はい、もさっきねあの緑くんが来てたからねもうその即興に中に今ちょっと俺ハ、うん、まっちゃってたのね。<laughs> そうだね。ごめんねじゃあちょっとお願いします、はい、ゆかのすけさん、はい。はい。え三、ー、月三日の三日月くん、えー、余裕のある人間になろう。がんばれっとサルブれっと

ちょっとなんかこう格好つけてる感じあるじゃない。聞き合あよかったな、七太のっていう。ああ確かに。三月三日の三日月って鬱陶しいぐらい三が並んでるけどなんか。本当に。誕生日だったのかな。ああなのかな。ちょっともういいんじゃないですか。まあ一回これはこれでね。はいじゃあイケノスケさんお願いします。このコーナーではリスナーの皆さんから見ぬまいで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはルコアットマークゼロ一ワールドネットです。件名のところに事件簿と書いて送ってください。件名のところに。あち間違えた。うん 電話番号の記載も忘れなく。今俺が間違えてましたよね。すがさんが間違えてました。<あ>俺が間違えてましたよね。<あ>やっぱりっ左パって言っちゃったけど。<laughs> 放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんそしてネタを左右された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますたくさんのメールをお待ちしております、うん、さらに今回取材した内容を YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。